本気フリップサルチャンネルをご覧の皆様こんにちは。本日は小猿こと村田が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。本日ご紹介するフレームはこちら、ライデンモデルになります。こちらは2019年末自然界と一緒に発売されたモデルとなっております。フリスの部分も削ぎ落としてあったりだとか、あとテンプルの横ですね、横の部分もかなりまっすぐで、フラットな設計になっております。そうすることで、カスタムベースとしてかなり使いやすいモデルとなっております。完全新作ということで2019年の末に合わせて、制作された1本となります。はい、こちらです。見ていただいて分かる通りかなりボリューミーなフレームになっております。で、この両サイドの部分ですね、こちらかなりエッジの効いた、作りとなっておりまして、レンズもですねちょっとどこか角張ったようなフレームになっております。そしてこちらが、右テンプルですね。うねりを効かせてあるテンプルは自然界と一緒です。そしてこのままずっとまっすぐ変えていって、ここですね、ブリッジの部分、上から見ていただくと分かっていただけるかと思うんですけれども、出っ張りがないんですよね。かなりフラットな作りとなっておりますので、本当に前がこうスパーンと、削ぎ落とされたようなデザインとなっております。そしてですね、このままこっちですね、よいしょ、こちらまっすぐなテンプルとなっておりまして、自然界のようなクロスパーツはついてないんですけれども、かなりごつめのフレームです。今回僕がご紹介させていただいているカラーですね、こちらはカラー2番、正確にはここがブラックですのでカラー 2B というカラーになります。今回はですね、うちのオリジナルデザインというのがここに入ってるっていうモデルになってます。こんな感じで赤と黒ですね、ゴスカラーって呼んでるだけあってですね、おたんびな、ちょっとたんび系のですね、かっこいいデザインが入っております。こちら赤と黒でかなり中はですね、非常に目立つカラーリングとなっておりまして、ただ外はですねブラックっていう形でかけていただくと黒にしか見えないんですけれども、実はこう外すとめちゃくちゃ柄がある、これもモンキーフリップらしいメガネ色になってるかなと思っております。めちゃくちゃかっこいいです、これおすすめです。はい、では実際かけていきたいと思います。いかがでしょうか。かなりボリュームのあるフレーム感であることが分かっていただけると思います。とこちらが右テンプルですね、あとこちらが左テンプル、こんな感じのインパクトのあるフレームになっております。非常にかけやすい、かけた感じがなんていうんですかね、優しいというか柔らかいというかですね、というのもですね、先ほど、細かくフレームですねアップした時に完全に忘れたんですけれども、ポーク長板っていうのを採用しております。めちゃくちゃ、機能的でですね、こう見ていただくとここですね、ちょっとこう外に開くっていうのが分かっていただけると思うんですけれども、ここの部分がですねちょっとバネみたいになっていることで、非常にかけやすい、かけても締め付けがないみたいなフレームとなっております。はい、ライデンいかがでしたでしょうか。モンキーフリップらしいメガネ欲しい、あとカスタムをしてみたいみたいな方にですね、非常におすすめの一本となっております。こちらもですね、本日概要欄の方にですね、商品説明のページ等々貼ってありますので、そちらもよかったら見てみてください。あとですね、もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、本日、小猿がお届けいたしました。また次回ですね、動画でお会いいたしましょう。